ハトは、ハトモク、目、トカに属する鳥類の総称である。体に比べて、頭が小さく、胸骨、胸筋が発達してずんぐりとした体型が特徴である。ハトモ目には、世界では、約42属290種あり、そのうち日本の在来種は、カラスバト族、キジバト族、ベニバト族、キンバト族、アオバト族の5属13種が挙げられる。 このうち、琉球からスバトと小笠原からスバトの2種は絶滅したと考えられていたが、近年 DNA 調査により、亜種がいくつかの諸頭部で生存していることが確認された。なお、カワラバトは1500年ほど前に日本に渡来した外来種であるとともに5000年以上前より世界各地で課金化され、広まった使用品種であるため、学術的には 日本ネイティブな在来種ではない。このため、現在でも、野鳥とみなされないことがある。また、樹け鳩については、講義には、白子鳩のうち使用品種となったものとされるため、蒸気リストからは省かれている。樹け鳩の白色変種である銀鳩も同様である。鳩という名前は、パタパタと飛び立つ時の音の様子に、由来すると考えられる。鳩の字にあるは、 鳴き声から来た、とする説がある。鳩の中国語の発音である旧約は、英語の鳩の鳴き声、COO、日本語の鳩の鳴き声、クー,クーに近い。鳩の名は、軽やかに羽ばたく音、ハタハタから、とも言う。また、緩和時点では、旧と、同源としている。現代中国では、ドバトコ、語という。ピニンは、ゲージ。食性は雑食性である。 一般的に、熱帯種では、一服一卵、温帯種では、一服二卵を産み、14から21日の放卵の、後を孵化する。鳩のヒナが孵化から育ちするまでの期間は25から40日だが、鳩ミルクと呼ばれる親鳥のその母から分泌される、高タンパクなミルクで育てられる。ヒナは、親鳥の口にくちばしを差し入れて、ミルクを摂取する。 ピジョンミルクには炭水化物はほとんど含まれておらず、主成分は主にタンパク質である。栄養価は高く、アスリート用のプロテインに近い成分組成である。ただし、ピジョンミルクには、ヒナの成長につれて、半消化状態の柔らかい餌が、徐々に混ざることがわかっている。巣から落ちた鳩のヒナを人工飼育するには、植物性のプロテインや練り絵をぬるま湯で、狩り状に溶き、 手のひらに握り込んで、指の隙間から与えるのが簡単な飼育法である。鳩はおおよそ1万年から6000年ほど前の、新石器時代に飼育動物化されたと考えられている。鳩は人里に近い土地で営装する動物であり、洞窟や崖、そして泥や石で作られた、初期人間の住居に巣を作っていた。 当時中東において栽培が始まった小麦や大麦なども鳩の食料として公的であった。こうして鳩と人間の距離が縮まった後、鳩の飼育化が始まった。当初は神経質な成長に比べ人になれやすく飼いやすい鳩の雛を成長させる目的で飼育が始まり、やがて課金化していったと考えられている。紀元前2900年頃に、 シュメールのシュルッパクにて起こった大洪水は、シュメールの洪水神話として後世に残され、ギルガメ主女樹脂や、旧約聖書のノアの箱舟の話の原型となったが、ギルガメ主女樹脂において、すでに陸地を探すために鳩を放した話が記載されており、この頃には、鳩が飼育されていた証拠とも考えられている。紀元前4500年頃のイラクのあるパチャにおいて、 ハトのテラコッタの像が出土しており、ハトが宗教上重要視されていたことを物語っている。古代エジプトにおいてもハトは飼育されていた。やがてハトの飼育は地中海へと広がり、古代ギリシャの各都市やエトルリア人にも広まった。ローマ帝国においては、ハトは宗教上重要な意味を持つ一方、飼育されて食用としても盛んに用いられた。 河原バト派とはまた通信用の電書バトとしても古代から盛んに使用された。河原バトから長年にわたって改良された電書バトは戦中の軍事用、戦前、戦後には報道用や通信用に大いに活用された。太陽コンパスと体内時計。 一時期などによりか高くを知る能力に優れているとされ、基礎本能があるため、遠隔地まで連れて行った鳩に手紙などを持たせて放つことによって、情報をいち早く伝えようとしたのである。戦時には、古くから軍が導入し、軍用バトが本格的に研究され、第二次世界大戦においては主に伝令用のほか 小型カメラを装着させた敵地偵察用のスパイバトとして活躍した。薬品や血清等の医薬品、動物の精子の輸送にも使われ、壁地医療で重要な役目を果たした。しかしその後、電話などの通信技術の進歩によりその役目を終えたかに見えた。現在では、足輪に IC チップを内蔵した自動入車システムが普及したため、 かつてハトを飼っていた段階の世代が、リタイア後に再開し、ハトレースを楽しむことが、ショーブームになっている。また、情報 IT 関連の新しい試みとして、レースバトに、マイクロ SD 等の超小型メモリーチップを運ばせたり、GPS ユニットや、CCD カメラ等を取り付け、より詳細な生態や飛行コースを追跡する実験も行われている。ハトは、 その群れをなす性質から、オリーブと共に、平和の象徴とされている。ノアとハトのモザイクがこれは、旧約聖書のノアの箱舟の伝説にも由来している。ノアは47日目にカラスを放ったが、まだ水が乾く前であったから、すぐに戻ってきた。ハトを放ったところ、オリーブの葉を加えて戻ってきた。これによりノアは、水が引き始めたことを知ったという。 平和の祭典とも称される近代五輪の開会式では、かつては実際に鳩が飛ばされていたが、外来生物への危機感の高まりや鳩が生息できる環境ではない場所での開催、式典が日中ではなく夜中に行われるようになったことなどから、鳩に噴した人のダンサーなどによるパフォーマンスや鳩を模した風船、モニター映像によるもの等に変わった。また、 ギリシア神話において、鳩は、愛と美の女神、アプロディーテの聖鳥とされていたほか、イアーソーニをはじめとする英雄たちが乗る、アルゴーブネが、互いに離れたりぶつかり合ったりを繰り返す二つの巨岩、シュムプレイガデスの間を通り抜ける際、試しに鳩を通り抜けさせて、安全を確認するエピソードや、カリュード、オーリーオーンが、プレイヤデスを追い回した際、それを不憫に思った主神ゼウスが、 彼女たちを鳩に変え、さらに星へと変えたエピソード等が存在する。新約聖書では、荒野で苦行を終えたイエス・キリストが、サタンの誘惑を退りけた後、精霊が白い鳩の姿となって下ったことは、つとに有名である。一方、オーストリアの動物行動学の家に、コンラート・ローレンツはその著書、ソロモンの指輪の中で、平和の象徴とされる鳩の別の一面を、 紹介している。庭羽の鳩を一つの鳥籠に入れて外出したところ、籠の中で鳩が喧嘩を起こし、互いに死ぬまで決して戦いを止めようとはしなかった、というもので、こうした、鳩の喧嘩は戦い方を知らず知名度を、与えられるほどの武器も持ち合わせていない動物ほど、いざ争いを始めた際には、ある意味戦慣れした、肉食動物以上に生産な殺し合いに発展する。 という事例の典型例として、引き合いに出されることが多い。日本が、ベルサイユ条約締結を記念して発行した参戦、切手日本では、鳩が、八幡神の紳士とされてきた。八幡神は軍神なので平和とは結びつかず、武士の家紋ともなった。戦後西洋的価値観が入ってきて、タバコのピースのデザインのような平和のシンボルという、イメージが定着した。 十戦紙幣英語圏日本の同様の代表的なものの一つとして、ハトが挙げられる。また、滝連太郎は、ハトポッポという童謡を作曲している。ハトに三種の霊あり、ハトに豆鉄砲を、ハトを憎み豆を作らぬと、ことわざでもおなじみである。ハトの名前は、特急列車の名称などに用いられ、親しまれたことがあるほか、日本テレビのジャンクション、 鳩の休日にも、長年鳩が登場している。また、神奈川県の名家の一つに、鳩サブレーという鳩の形を模した歌詞も存在している。平和道フレンドマートサイト店郷土玩具の明けハ鳩社、企業名や、シンボルマークで鳩にちなんだものとしては、例えば鳩バスや、伊東洋華道のロゴマーク、同社参加のスーパーマーケットヨークマートのマーク全国。 宅地建物取引業協会連合会のシンボルマーク全国引っ越し専門共同組合連合会が存在し、また、滋賀県を中心に展開するスーパーチェーンの平和堂のロゴマークとして親しまれていたこともある。口術の外国語名から取られた企業名としてベビー用品メーカーのピジョン、ガス機器メーカーのパロマなども挙げられる。 日本では1980年代あたりから都市部を中心に鳩による食害や糞害が多発し問題化している。もともと都市部に生息する野鳥は人に肺炎を起こすオウム病、クラミジアやクリプトコッカスを含んだ糞を排出しやすく、特に大群をなす鳩はそれを排出しやすい。公園などでの餌付け行為にも賛否がある。金沢駅では 分外対策として高城に依頼したかで鳩を追い払うパトロールが定期的に行われている。イングランドでは胸の筋肉を異常に発達させたポーターというアイガング用の品種の鳩や EN、ファンシーピジョンという鑑賞用の鳩の品種群が存在する。中国では鳥を放つと幸運が訪れるという民間信仰があり、祭事。 祝い事の際には鳩を放つ習慣があったが、現在では都市部で鳩が繁殖してしまっているため、包丁が禁止されている地域もある。食文化としてドバトは中国では普通に食用にされる。また、フランスでも鳩は食材として一般的である。ギリシャやレバノン、エジプトなど地中海沿岸諸国において鳩はよく食される。 イギリスでも18世紀頃までは自然繁殖したものを捉えて調理したものが一般的に食卓に登っていたと言われ現在でも食文化中にその名残が見られる中近東では古くより乾燥した風土でも放し飼いでよく増える性質があるため鳩のための養殖場もあり貴重な動物性タンパク源として一般的に利用されている鳩の塔と呼ばれる この塔は、高さは10メートルから15メートルほどで、場所によって、スタイルが違う。イランのイスファハーン周辺においては一つ置きに積んだ、日干しレンガを高く積み上げ、鳩の休息できる、無数の空洞を作る。ここに鳩がやってきて映像するのである。その外側はぐるりと、日干しレンガの壁によって覆われており、内部構造は見えなくなっている。 外壁にはいくつかの穴が開けられており、そこから、鳩は出入りする。エジプトにおいては中は空洞で、その代わりに止まり木が何段も差し込まれ、これが鳩の巣となっている。イランにおいてのピジョンタワーの主目的は、肥料としての鳩の糞の収集であり、そのため、化学肥料の普及後は利用されることはなくなっている。これに対しエジプトのピジョンタワーは、 食用ハトの飼育を目的としており、現在でも使用されている。糞ももちろん肥料として使用するが、右的なものである。エジプト料理においては、ハトは、一般的な食材の一つとなっている。日本では、一般的にはハトを食用とすることは稀である。初めて、日本に来た、中国人はしばしば、野生のハト誰も捕まえようとせず、 鳩も人を恐れないことに驚く。日本において野鳥を狩猟することは鳥獣保護法で規制されているが、騎士とは狩猟鳥であり、食用にされることがある。鳩の卵は鳩の肉と同様日本では食材として一般的ではない。沸騰したお湯でも固まらず、ほとんど食べられることはない。鳩は歩行時に首を前後に振りながら歩くことで知られている。 この動作は、鳩海外の多くの鳥でも見られるが、鳩は、警戒心が非常に弱く、歩いている状態で身近に見かける機会が多いため、多くの人々から、首を振る鳥として認知されている。この首振り歩行は、暗闇やベルトコンベヤ上を逆向きに歩かせた時は行われない。一方、移動する風景を投影するスクリーンを周囲に、張り巡らした。 実験装置の中では歩行しないまま首振りをする。したがって胴体が前進している時でも頭部だけはなるべく長時間にわたって空間内で静止するよう首を前後させ視覚情報を安定して得られるように行われているものと考えられている。また首振りのタイミングは体重を片足で支えている間も重心が安定する位置に来るようになっている。それゆえに 安定して歩行するためという説もある。恐竜の末裔である鳥類の歩行の研究は、まだまだ、謎に満ちている分野であると言える。スイスの生物学者が考案した鳩の個体数管理方法の一つは次のようなものであり、ノッティンガム、バーゼル等で成功した。鳩の寝床を用意し救治する。用意した寝床以外では救治を禁止する。 寝床で鳩の卵を一定の割合で偽物と置き換える。カタカナナの記事が自然科学的な内容を中心とするのに対し、一般名の記事では文化的な側面や人との関わりなどについて解説する。ありがとうございます。